皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は魅惑のカシスオレンジ風味ですね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。魅惑のカシスオレンジ風味ですけれども、以前で、ね、420g の、ね、サイズで展開されていた人気フレーバーとなります、まあ、そちらのねフレーバー非常にね人気もございましたんで、今回こちらのね 1kg パックになって登場となります。早速ね飲んでレビューしていきたいと思います。ビーレジェンドプロテイン 1kg パッケージをご購入いただくと、こちらのね赤い袋に入った大スプーンが付属されてきます。でこちらのね大スプーンでパウダーをねすり切って計量していただくことで、だいたいね 30g 計量できる計算になっております。でそちらのねパウダーを溶かして飲んでいただくことで、タンパク質がね 20g 摂取できるね設計になっておりますんで、ぜひねこちらの大スプーンご活用ください。でね、普段でビーレジェンドをご購入いただいておりまして、大スプーンたくさん持ってるからいらないっていう方は、商品ページにスプーンありスプーンなしのね記載がございます。スプーンいらないよっていう方はスプーンなしの商品選択していただいて、購入決済に進んでいただくことで、もうこちらのねプロテインパッケージのみのお届けとなります。スプーンはいらないよっていう方はね、ぜひそちらご活用いただければと思います。大体ね水の方150ミリから300ミリの水に溶かして飲んでくださいって書いております。で味の方ね濃く飲みたいという方は、水の量をねこう減らしていただくことで味をね調整できます。ちょっと薄く飲みたいなっていう方はね、水の量を増やしてあげることで味のね濃さ調整できますんでね、そちらでねぜひ調整して飲んであげてください。それではパウダーを開封します。あ、すごいカシスの感じですね。でほのかにオレンジもいるんですかね。やっぱりもうあのパウダーは本当にさっぱりとした香りですね。パウダーのお色はこんな感じですね。通常のホエパウダーと変わらないような色合いになってるんじゃないでしょうか。美味しそう。それではパウダーすり切っていっぱい入れていきたいと思います。よいしょ。でシェーカー反対に回してあげて、カチッという音がしてからしっかりと締めてあげます。お、色が変わりましたね。しっかり溶けましたね。泡立ちもダマもねほとんどなさそうですね。あ、水に溶かすとカシスオレンジの匂いが際立ちますね。もうほんとさっぱりとした香りですね。それではね早速いただきたいと思います。いただきます。うまい。さっぱりとして本当に飲みやすいジュースみたいですね。で僕あんまりねちょっとお酒飲まないんで、ほんと数回しか飲んだことないんですけれども、お酒の菓子おろえと比べたら若干ねミルク感はありますけど、ほんとこれプロテインだと考えるとね、考えられないぐらいさっぱりと飲みやすく仕上がってると思います。弊社の商品でいうと、まあ、ベリーベリーベリーとかパッションフルーツ、その辺のねさっぱり系のねフレーバーが好きな方にはね間違いなく気に入っていただけるフレーバーかと思います。魅惑のカシスオレンジ風味を星5段階でね味の評価をしていきたいと思います。甘みに関しましては星2とさせていただきます。甘すぎず本当にバランスのいい味付けになってたかと思います。酸味に関しまして星4とさせていただきます。カシスオレンジのあのさっぱりとした飲みやすい感じ、見事にね再現できていたのではないでしょうか。星4とさせていただきます。スッキリに関しまして星5とさせていただきます。プロテインなんですけれども、スッキリとした後味見事にね仕上がってたと思います。クリーミーに関しまして星0とさせていただきます。まあほとんどねミルク感感じることはありませんでした。本物のねカシスオレンジに比べると若干のねミルク感はあるかもしれませんが、もうそれがほとんど気にならないぐらいの仕上がりとなってました。甘みが2、酸味が4、スッキリが5、クリーミーが0となります。ぜひね商品購入の際参考にしていただければと思います。カシスオレンジ風味の栄養成分表示ですね。1食 30g あたりエネルギーが 118.2kcal、 タンパク質が 20.6g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 5.2g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C が 42mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。 420g のね少量サイズでね販売されていたカシスオレンジ風味ですけれども、
ども、多くの方にね、大きなサイズで飲んでいただきたいという要望もありましたんで、今回のね、1キロパックの展開となります。酸味系のね、フレーバーが好きなお客様には気に入っていただける出来上がりになっているかと思います。ぜひお試しください。こちらのね、動画の概要欄の方にね、商品ページに飛ぶ URL を貼り付けておきます。ぜひそちらの方から飛んでチェックしてみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。